はい、どうも TT です。引き続きテレビスタジオ物語。うわ、またファンレターからだよ。おいおいおい、すぐファンレター続けてくるな。何？フリーターさん、こんにちは。私はラーメン局の番組のファンで毎回欠かさずチェックしているのですが、ここのところ一向に新番組が放送されていません。好きなタレントの皆さんがしばらく見れてなくてとても寂しいです。え、嘘？あ、おい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 、新番組？裏番組にここだけ勝ててなくて、待って、俺なんか作ってるっけ。あー、いや、でもレギュラーも4つしかないのか。番組じゃ作ってやんなきゃいけない。なるほどね。ニュース河原版、ニュース番組行きたいな。ただお便りコーナーのお便り、ちょっと待って、今日はランクアップ条件、スタッフもう一人増やしたいね。お金案が必要だね。で、最高視聴率も行きたい。で、裏番組勝たなきゃいけない。スタッフのレベルアップ、タレント発見、ファンの合計。なるほど。とりあえずじゃあスタッフを、年をバイトから稼せるかいいぞ。1200万、めっちゃ稼げてる。600万、あ、稼げるようになってきたぞこいつ。前500万だったもんね。で、あとはデジコ、デジコもバイト稼げー、デジコ稼げー。意外に稼げるよねマジでいいよ。で、レベルアップさせたいんだよな。だ、ゴンザレス、あー、レベル5か。レベルアップ、あー、最大レベルなんだ。テレミちゃんあげるか。アルタイガー入れたんか。アルタイガーレベルアップさせるか。じゃあアイディア、さらに B までいかねえかな。うっ、いけ、どうだ。あー、D、編集が上がったか。いや、年俸1700万、さらに構成作家に転職できます。だって転職どっちすんの。アイテムを使うと転職できます。なるほど。でも上級職だもんな。行った方がいいよな、絶対。あるからん。アイテム、アイテム。レギュラー番組、面白さ、演出。あー、ないね。あ、待って、何？皆様、スタッフの転職。皆様、こんにちは。今回は転職についての特集です。スタッフ教育に詳しいアドバイザーの方の話によりますと、スタッフが職業をマスターしたら転職させるのがおすすめです。様々な職業を極めることで能力の高いスタッフに育成することができますよ。その分年俸も上がりますが、優秀な人材には投資してなんぼですとのことでした。いい番組作りにはスタッフの力が欠かせません。皆さんも参考にしてみてくださいね。まあそうだな、長く働いてたらそれは偉くもなるわな。ちょっとロケハンも行かせるか一旦。ロケハンってこれスタミナ重視で別に他いいのかな。金かかるからな。ただでももうちょい行かせるか。どう？ 19% 悪くないんじゃん。 19% 伸びるわ。レンジ1億まで行くか。1億まで。博物館高いね。でもいい番組作ってればあと1回稼げるから。いや、だから残り3班なんとかならんか。よし、これでじゃあ番組作ろう。音楽家行かねえんだよな。こっち行こうか。新しいスポンサー、食品会社社長の要望。私たちが作った食品を紹介できるような食べ物番組、任せろ任せろ。ラーメン局だからこっちは食べ物の何んすかな。やったことないやつ、通販、食べ物通販傑作か。食べ物料理も傑作。いや、だけどそうだよな、食べ物クイズ行く。食べ物クイズも悪くないんじゃない。いや、でも傑作で一旦ちょっと取りに行くか。ちょっとお気に入ってる感あるけど。得意、人気欲しいな。あ、
59か。あまみちゃん57、悪くないね。普通どう。あ、ゆかりちゃんでいくか、人気もあるし。りんごちゃんこっちでいこう。ドクシマリンゴ、あんま向いてないの気がするけど、ドクシマっていう名前ついちゃってるぜ。タイガー行くよ、お前のために入れたんだから。ちょうどいい考えが浮かんでいたところです。実力以上の力が発揮できそうな予感です。さあどうだ、20超え、いったいったいった、悪くない悪くない。傑作ね、はいはい。社長、はい。現在の職業をマスターしたので、他の職業に転職して仕事の幅を広げたいです。なんと職業をマスターしてしまうとは素晴らしい人材教育です。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらのアイテムを使用すればスタッフを別の職業にくれるんかい。アイテム使用、アイテム使用から、じゃあちょっと使ってみるか。なんかちょっと待って、すげえ、ちょっと待って、はい、ごめんなさい。なんか風がすごい強くて、なんか家のなんかバタ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 聞こえたから何かなと思って見てきたら、よくわからんかったから戻ってきたわ。じゃあとりあえず転職してみよう。誰だっけ、こうだね、アルタイガー、はい、構成作家。あ、めっちゃ上がるじゃん。めっちゃ上がるかどうかはちょっとなんと見えんけど、まあでもそこそこ上がるから行くか。ありがとうございました。今後は構成作家として頑張っていきます。いいよ、構成作家いいよ。もうちょい早くなっといてくれればよかったにな。で今番組作ってる、あとはなんかできることあるか、特にない。この5って、あ、残り5ってことか。お便りコーナー、よし。じゃあとりあえずは、はい、 SNS エゴサーチ、いいよいいよ。いや、これね、確か完璧なやつだから、しっかり作れればセットな、はいはいはい。あ、キッチンセットいいじゃん。来た来た来た、待って、キッチンセットだ、そうだな。お部屋セットは相性もあれだったけど、キッチンセットも悪くないでしょ、だって料理番組なんだから。じゃあセット置こう。何置くかな。何あげたらいいんだっけ、こ、緑をあげたらいいんだっけ。あ、でもキッチンセットだから、この家電系置いてってみるか。はい、お金結構かかるからな。でも家電系なんて絶対いいでしょ、コンボ。はい、水も、はいはい、コンボ。さらに洗濯機は違うか、洗濯機この緑じゃないやつちょっとあげたいな。あー、植物も置いてみるか。はい、あ、でもコンボする、悪くない悪くない。あ、結構いい部屋できてきてんじゃない。で、わたあめとかはさすがにコラボしない。あ、いや、コンボ、コンボする、コンボする、すごいいいじゃない。あ、やべ、お金なくなってきた。こんなんでいい、これでいこう。ゴンザレス129、いいじゃん。あ、待って、ビール、いや、害虫か、いや、ゴンザレス行こう、頼むぞ。いや、悪くない、過去最高番組できるかもしれん。いや、絶対いいでしょ。はい、相性もある。これでめちゃめちゃ稼いで、あと1人雇いたいな。社長、はい。制作してる番組の演出アップに挑戦したいんですが、許可いただけるでしょうか。デジコ、おお、自信あるか。演出アップ、やれる気がする。どうする、やってみるか、頑張れるか、お前。ダメ、やらせるわけがないだろう。そろそろ出演するタレントを決めましょう。どういう方針、切り替えで、
もつ鍋プロ所属のタレントを中心、いや当たり前のこと書かれてんな。どうすかな、任せるか、秘書に任せてみるか。お任せください。あ、いやいいよいいよ、お任せください、悪くない。いやーこいつか、なんかあんまり、あーだけどそこそこいいか。頼むよ料理番組。平均視聴率、あ、ちょ、そうだな、へ、広告打とう、広告、宣伝広告打とう。もうラジオぐらい行っちゃうか、ラジオぐらい行っちゃえ。どうだ、57人、 21%、 いいんじゃない、結構これ社運かけて頑張ってるよ。スポンサーつけよう、スポンサーは2個つけちゃおう。はい、お金もらえるし、制作期間も伸ばしていいもん作ろう。でスタッフ、スタッフだって、何あげるかな。職業レベルが高いほどスタッフとタレントが低い番組ステータスを上げます。ダメ出し、おー行ってみるか。なるほど、どうだ今の、上がったのか、良くなったのか、よくわからんな。うちのスタッフのレベルが高いのか低いのかもよく分かってね。でも構成作家にレベル上げたし、なんとかなってんじゃねえか。いやちょっと緑上げた、演出、演出上げてくれ。よし、これってやっぱ2回しかできないのか。なんかすげえ、あ、ワイプ抜いてんだあ、いやもう1回できるんだ、ポイントあれば。見栄え上げちゃえ、もう社運かけてけ、これに。これでめちゃめちゃ稼げ。でもお金順調になんか増えてってる、こっち側のレギュラー番組の方で増えてんだな。いやこれはいい番組できたんじゃない。あんまり上げすぎてもな、視聴率天井になっちゃうからな。今年も1年お疲れ様でした、ラーメン局の売り上げ報告します。あ、黒字だね、黒字だね、うん、番組収入がいいね。来年も張り切ってお茶の間を賑わせましょうね。任せろ任せろ、ラーメン番組作ろう。番組が来たんで NG に出ていく、はい、頑張れ。わたあめきいるかなっていうとこあるけどね、編集高いやつ、高いな。いやー C か、無料で行きたいな。テレミちゃん行けるかな、行くか、テレミちゃん頼むぞ。4回来い、あーいいよいいよ、うーんあんまりか。腹ペコクッキング、料理と食べ物の組み合わせ、いやーこれはちょっと変えるか。はい、番組が消えました、レンジでチンもう料理作る気ない番組だね。こうしたこうしてこうしてこうしたものをチンってやる番組ですね。これはもうお手軽さをアピールしてるから、アイデア面白いでしょ、お手軽な。わ、40点いった、ついに。ただこれ10点以上いくんだもんな、こいつら。さあいけ、伸びろ。なになに、あ、今年注目のタレントね、はいはい、あ、え、視聴者が見たい番組の、あ、ここら辺高いんだ、あともうちょい来いよ。え、これでも今ハマってんのかな。社長、放送中のレンジでチンの見栄えが SNS で話題になってるようです。結構上げたんじゃない。でも35位、あーでも1位じゃ、新記録じゃないね。12%いきたいんだよな。あーやっぱ 10% マックスか。いやだけど裏番組勝てばいいし、平均視聴率高ければこれいくから。どうだ、待って、2億2000万まで増えた、いいぞいいぞ。はい、 10% ね、新記録。 6.4% どう、上がってくねー。
あ、親密度さらにアップ。文化エンターテインメント社長、ラーメン局さん、いつもありがとうございます。当社からのプレゼントです。なんだ、セットか、ゲーセンセット。おや、食品会社社長さんから番組の感想が出てますよ。これは満足していただけるんじゃないでしょうか。どう？ 6.4% どうでしょうか。あ、悪くないでしょ。素敵。視聴者に満足してもらいました。いやー、大満足です。ありがとうございます。勇気を出してお便りを送ってよかったです。よし、これからスポンサーとしてラーメン局を応援してきます。今後ともよろしくお願いします。もうスポンサーにはシーキッチンラーメン、ラーメン来たじゃん。うちのもうお得意様じゃん。じゃこれを、あ、邪馬台国赤字になってる。とりあえずでもここ変えなきゃいけない。レンジでチンに。はい。いやでもここをちょっと一旦買ってもらって、買ってもらって持ってないやつにつけた。いやでもこいつどうせだったらアイデアにつけたいな。これ伸ばすか。じゃあはい、これだけどどうすればいい。なくせばいい。打ち切るか。赤字になるぐらいだったら打ち切った方がいいよな。何回やってる。あ、でもアイデア上がる。アイデア上がるんだったらあいつにつけよう。アルタイガー。はい。あ、 B いった。あ、いいじゃんいいじゃん。番組作りたいけど裏番組に勝って視聴率もうちょっと伸ばせてからでもいいような気。作っといていいか。いやー、どうすっかな。行くかな、音楽家の要望。これ全然行かねえんだよな。歌番組苦手だな、やっぱ音痴なだけあって。歌か。いや、クイズでいっか。歌のクイズ、歌クイズ、イントロクイズですよ。あんま得意。武田さんいいのか。いや、武田さんでいっか。じゃあちょっと高いけど頼むぞ武田さん。はい。いや、2回ぐらいはいけるよな。アルタイガー頑張れ。オーラも出てるし。20目指せ。20。お、30いくか。いったいったいった。悪くない悪くない。傑作きた。パンプキン、はいはい。なんかさ、転職欲しいな。転職これか。1000万、これは買っとこう。何個買えるの。あと1個。3個買えるんだ。買っちゃえ。転職は買っとこう。ちょっと番組買った。あ、買った。よし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 。全然変わらばんには買った。レンジでチンが。ありがとうございます。これで行動の投資放送エリア拡大。うわ、高っ。いやだけど 17.5 までいく。よし、 12.5 を目指さなきゃいけないかな。放送エリアが変わって新しいライバルたちが現れました。新たなライバルたちが現れましたね。番組表から裏番組の情報を確認しましょう。まあでもあとはいっか。うん、ちょ、裏番組見てみよう。食べ物ブームって書いてあるな。これ、あ、レンジでチンブームハマってんだ。いいじゃんいいじゃん。教科書落書き教室。お昼寝イズム、おしゃれイズムみたいなやつだな。パラパラ漫画100選。勝てるだろこんなんに。微熱大陸。情熱ではないんだな。ちょっとした熱が出そうな。いいね。歌番組か。まあ、カラオケセットの相性もいいけど、今回はクイズ方式だから丸×セットよ。はい。ゴンザレスいけないか。行ってくれ。もう一回頼むぞ。次はちょっと
あれだな、こいつら休憩させないと文句言うから。まあでもそっか、でも 10% 超えるんだったらこここそ社運かけてやってもよかったか。音楽よ、きらめきレコード、よろしくお願いします。 DJ たけあんまりだな、音楽番組なのにあんまりだよ。お任せください、一人だけ。あー、話題性86か。あ、でもスタジオ観覧49名悪くないね。実績相性10、最高してる 10%。 OKOK。 宣伝どうする、宣伝広告はまだいっか、なんとかなるか。54人、 19%、 ちょっと前回より低いね。キッチンラーメン何、お金がもらえます、制作期間を延びます。あ、もう合算じゃん。お金がもらえますと制作期間を延びますよ、合算したやつ。こうやってみよう。2000万と時間アップ、いやこれいいじゃん。さらに伸ばしたら、さらに伸ばすっていうのもありか。したらもっといいもんができるってことよな。伸ばすか、結構いいやつ使ってるしね。アワード2件ノミネートされたら連絡ありました。ドキドキしますね。前回は1個目のやつ、演出賞は取ったんだよな。来い、卑弥呼の変来た。卑弥呼の変が受賞しました、ありがとうございます。これはでも取ってんのよ、違うの欲しい、デザイン賞欲しい。来い、わあ、尻文字を学ぼう、尻文字を学ぼうって、おばあちゃんの大予言、テレビ等々、なるほどな、独創性あるか。こっちもありそうなもんだけどな。アラフォーあるある時点。昔はな。アラフォーあるある、うわー NG 対象危ない。おはよう夕日、テレビ朝顔、グランプリはもう無理だもんな。結構いいかったと思うんだけどな。奇跡体験アモーレ、意味がわからん、アモーレ。どんな奇跡を体験したらアモーレなんて言うの。見事に1個、あーまあまあいいね、1個取れば。リポビタンデラックス386、365とかじゃなくて386なんだな、1年超えちゃうんだな。これ伸び悪い、ちょっとスタッフ頑張らせるか、面白さ上げて。やっぱ100ずつぐらいは言ってもらいたいよな。話題性も上げるか、ちょっと話題性、あ、違う、演出、よし、これでいこう。話題性でも176、どうだ、悪くないんじゃない。話題性上げなかったらこれ納得しないんだもんね。3000万、うわー高いな。でもどうだ、180200いったらクリアかな、180いったらクリアならんかな。もうちょい頑張れ、200いけ、200いけよ、話題性伸びて200いけ、いかねえ、どうだこれ、いかねえかな。4000万高えなあ。幅跳び安くていいじゃん、頼むぞ。これで話題性伸びたりしないのかな、最後に。はい、クイズと歌の番組ね、 OK。 何にしようかな。はい、来ました、江戸ソングです。よくさ、80年代からの問題です、90年代からの問題ですみたいなよくあるじゃん。もう江戸まで行けばいいんじゃないかなって。結局短歌みたいな、和歌集みたいになるんだろうけど。
どうなん、その時にでも歌、鼻歌とか歌ってる人はいるのかな、まあ、いるか、よく分からんけどね。待って、っていうかさ、レンジでチンブームでも勝ててないんだ。あ、強いね。やっぱもう一人人入れなきゃダメかもな。どう、あんまりか。あ、新記録34位きた。話題性はあるんじゃない。じゃあさあ、で視聴率が 10% 超えてくれるかどうか。あ、超えないか。あ、超えた超えた、 10.6。 わあ、でもあんまりだな。次は一旦そうだな、ざっくり適当なの作って一旦休憩させるか。で金も稼いで人募集するか。 10.6 新記録、悪くない。はい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 、音楽家さんどうだ、いい加減満足してくれよ。エドソング197。あ、結構上がったね。あ、いったいったいった、よかった。いや大満足です、ありがとうございます。勇気を出してお便りを送ってよく、よかったです。これからもラーメン局の番組を楽しみにしています。お礼にこちらを受け取ってください。新しいテーマ、ファッション。これランクアップ、スタッフ結構レベルアップさせなきゃダメだね。なるほどね。もう一人じゃあ入れても、あ、ちょっと待って、じゃあ今レベルアップさせたっていうか、あの転職させたやつ、タイガーをレベルアップさせるか。一旦ちょっと適当な、2000万だって、めっちゃいいな。お便り、オウンゴールデンの予防、新しいタレント研究ポイント。いや、そう、新しいタレントも入れなきゃいけないか。あ、でも次はちょっと若干適当なの作るつもりだから、こっちでいくか。歴史の番組ね、面白さ、歴史か。歴史といえば、歴史でも散歩しながらその過去ゆかりの場所を歩くみたいな、そんなのもいいんじゃないね。え、正直今回そんなに力入れるつもりないから、安くてもいいな。坂道コロリン行くか、どっちも得意だし。言ってもね、そこそこは言ったって、こっちだってうまいこと言ったら稼ぎたいし、ここら辺一旦ちょっと違うやつで濁らせたい、濁したい、濁らせたいって何いやー、さすがにいいわな。とどろきパミオ、いや、まちこちゃんでいくか。どう、4000万も結構高いよな。まあ、こんなもんか。いいだ、傑作ではなかったな。でもお金そこそこ貯まってるから、そろそろ人入れてもいいかな。あ、ちょっと待って、番組を、番組表でここにエドソング入れてこう。勝てないかな。安いとこでいいな。歴史との組み合わせね。報道やったことないんだ。報道か。報道じゃねえな。洞窟か歴史と洞窟か。一応セットやるか。なんか何も置いてないし、消火器置いとくか。なんかあったら危ないでしょ、ここ洞窟だしね。相性丸だわあとはもうちょいなんか置いといてやろう。犬、危険察知してくれるから犬は。はいコンボしたわもうこんなんでいっか。もう一個ぐらい置いとくか。やっぱりこいつか、踊る人。真ん中に置こう、邪魔くせえとこに置こう。コンボするわ。よし、こんなんでいいね。はい、いや、これは取っときたい。テレミちゃんぐらいでいっとくか。
うん、無料で。そうだな、金かけなくてよかったな。大した番組作るわけじゃないっすよのに、中途半端な気持ち入れちゃってんな。丸だったね今、やっぱよかったね。散歩のレベルが上がりました。2億あったらどうだ、もつ鍋プロ行ってみるか。うららちゃん、白鳥さん、あーでも悪くないんじゃない。うん、で広告とかはかけないから面白さだけちょっとスタッフでやるか。面白さ上げなきゃいけないからな、スタッフで面白さ。カンペ出し、スポンサーでお金だけもらおうか。いやーでもちょっとレベルも上げたいからお金もらってる場合じゃねえか。お金はバイトさせればスタッフ、ちょバイトいけない、いけるじゃんいけるじゃん、ちょバイトしてきて。基本お前らはバイトだけしておいて。あとはデジコちゃんもバイト、いいよ、オーラ出してる、いいよオーラをバイトに全力で使ってくれ。番組作りとかいいから、君らに番組作りとかいいから。さあこれで作ってる間に、ちょっと待って、番組、裏番組に勝つってない、あ放送1回、うわちょっと負けてるわ。いや強いな、裏番組ここまで来たらさすがに。もつ鍋プロいつもありがとうございます。何くれる、ドラマね、はい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 、ドラマもいいね、作りたいね。ちょっと募集するかな、そろそろ。8000万で1億7000万残って、いやもうちょい貯めたい、3億までいったら行こうね。いや結構高かった記憶あるじゃん、1億ぐらいしてなかったっけ、人を入れんのに。してなかったっけな、2人ぐらいは入れれる状態にしたいんだよな。誰かをクビにするっていうねこともやっぱ視野に入れていかなきゃいけない。あでもそこそこ面白いんできたんじゃない、111ならねえ悪くない。あエドソング勝った、ギリギリだ、あいいじゃんいいじゃん、ビネッツソングに勝った、ナイスナイスナイス、これだ、オッケー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 。あとはパラパラ漫画薬膳、お昼寝イズム。待ってこれ 0.9% まで下がってんのうち、あでも売り上げはまだ超えてるからいっか。そっか食べ物売り上げブームだからな。テレビデックス事務局からブース出店の要請が来ました。なんそれ、毎年テレビデックスには世界中のテレビ局が出店して番組をアピールしています。我が社もいよいよ初出店をして視聴率を倍増させるチャンスですね。平均視聴率が高い番組で出展するほどアピールできますよ。あーじゃあエドソングでいくか、行ってみよう。はい、わあすごい帰ろう。あこれ見てくれてんだ、あ F ランクブース前でも結構来てくれてるけどな。 E まで上がった、 D まで行け、終了。わあいいか、まあでも初年度だしな、悪くないんじゃない。テレビデックスが無事に終了しました。エドソングブースへの来場者数は17,588人。テレビデックスの来場者数に応じてこれから1年間平均視聴率がアップします。ほー、来年もぜひ出展して視聴率アップ目指しましょう。1年間じゃ平均視聴率伸びるんたらワンチャン勝てる可能性あるか、ないか、ちょっと厳しいか。ここはあんまり強くなくていい。外注で金かけるほどではない。いつも誰やってんだろう、アルタイガーやってんのかな、 D で。いやどうする、ほのかちゃんぐらいにしよっか、2000万ぐらいなら。いやあ、こっちの方が安いじゃない、山蔵の方が。いやこいついっか、無料で
金かけない、この番組には金かけないでいこう。歴史ハイキング、これはちょっと適当につけるか。歴史と散歩ね。はい、決めました。落とし穴です。やっぱね、昔の散歩道って言ったらなんか俺落とし穴的なイメージあるわ。あるよね、大体あると思う、みんな。雑でしょ、雑。アイデア面白かった。努力の痕跡が見られる。お疲れ様でした。もっと上目指せます。うん、言わんとしていることはわかる。俺も同じ意見。ただここで稼げればいいね。俺はちょっと 3億いったら人募集すんだから。行くね、行ったね。よし、スタッフ募集だ。体験入社、金かけろ、いいやつを入れろ。あ、でも 10% いってる。お、うん、平均勝率も高い高い高い。悪くないんじゃないこれ、意外に。でも 10% か。うん、どうだ、番組変えるほどかな。さあ、協会会長さんどうですか。落とし穴115。あー、気に入ってくれやすいタイプの人だ。ありがたい人だ。ちょっと制作の前に番組表で。でも別にそこそこ儲けてんだよな。まあでも変えてみるか、肉球の匂いから。うん、落とし穴行ってみてくれ。打ち切る番組早い。あー、でもあと2回やればもうちょいよかったな。待ってもよかったか。なんか上がるやつある。あー、デジコ。とりあえずデジコつけとくか。別にいいけどな、いらんけどな。ファンレター、お笑い芸人からの手紙。こんにちは、僕はラーメン局の番組の大ファンです。この前放送された落とし穴もリアルタイムで視聴しました。散歩のジャンルは好きなのですが、歴史も、あ、内容も歴史ということで楽しみました。そう、お笑い芸人が周りの友達にも勧めておいたので、今後も制作を頑張ってください。ファン増える、増えないんかい。ファン増えそうな流れだったんちゃうんかい。なんか作るか。お便り来てるな。もみじさん、新しいタレント欲しいな。次はちょっといいとこなのか。私のメインが映えそうなドラマあるかしら。面白さと演出か。ドラマね、ドラマか。食べ物ブーム、ドラマで食べ物は。でもちょっとハマらんな。ちょっと待って、そこハマるやついっか。新しいジャンル、放送事故が見たいので NG が1個以上ある番組。ああ。途中でアップしたらいいってことなのか。いや、じゃあもみじちゃん行こう。お金、あれでしょ、こんなやったら怒られるかもしれんけど、韓流ドラマなんてお金とドラマの組み合わせみたいなのがあるでしょ。お金持ちと貧乏人のあれでしょ、全部が全部そうなんでしょ。分からんけど、俺か韓国のドラマ見たことないから分かんないんだけど、ストーリー聞いたら大体お金持ちと貧乏人の争いをして貧乏人が勝つっていうドラマを、ほぼ9割のドラマがそうなってるって話は聞いてるよ。職業はなんか実業家だったりなんかそういうお金持ちな人だけど、結局内容は一緒っていうのを聞いてる。別に韓国ドラマをディスってるわけじゃないからね、そこ怒らないでよ。俺見たことがないからよくわからんけど、話を聞くとそう言って言われたぐらい。お金とドラマ得意、お金も得意じゃない、得意じゃないか。メガネ社長は、あ、ドラマ苦手か。いや、じゃあ武田さんいっか。武田さん今回は社運かけて行こう。30だよ、30、面白さ30。おー、いいよいいよいいよ、悪くない。普通か。
なんでよ、韓国ドラマ作ってんのぞこっちは。体験入社の実施、あ、はいはい、5人。シュートくんか、悪くないけど、幅跳びもね、悪くないけどね。あ、ちょっと待って、俺何が必要だ。アイデアはいらない、芸術もいらないな、センスと編集が欲しいか。うん、センスと編集が欲しいね。あ、ほのかちゃん先日アイドルグループを卒業。ほのかちゃんセンスあるね。サンタセンスあるね。編集もいいね。いや、もう前職は座布団運んでました。商店出身かな。こっ行こう。ワイラーメン局になって夢のようです。いてててもう一人入れたいな。でも金ギリギリだな。いや、もうこれでいっか。とりあえずはこれでスタッフは6人になったし、親密度、ワクワクランド社長何くれますか。あ、タレント紹介、海原ジョニー、さあエゴサ、あとはスタッフのレベルアップ、タレント、ファン、ファンも増やさなきゃいけない。ファンはだけど最悪お金でなんとかなりそうだから、宣伝広告したらね。レベルアップだよな。ちょっと待ってよ、今入れたこいつは音声スタッフレベル4。なるほど、じゃあこれ上げてみるか。上級職いけるかな。たっけ、あ、いけない。これみアイテムで見ればいいのか。アイテムしよう。これさ、使っても見なきゃわからない。あー、うーん、カメラマン、ちょっと待って、カメラマン、ちょっと待って、上級職、ちょっと待って、見づらいな。メイクさん、デザイナー、構成作家、ディレクターが上級職か。はい、お金、お金か、お金、お金か。お店か。お金と何だったっけ俺。お金と何だったっけ。ドラマだ、お金とドラマだ。いや、金持ちっぽいお店で行こう。お店の、お店の経営者との恋愛ストーリー、そういう手で行こう。で、面白さと話題性あげなきゃいけないから、黄色、黄色なんかある。あー、じゃあ消火器置こう。お店だ、お店だから消火器あってもいいでしょ。と何置くかな。あー、じゃあこのフィギュア、フィギュアも売ろう。フィギュアも売ってまーす。あれ、あんまり相性良くならないな。これか、結局これか。これ店員さんみたいな感じ置くか。いらっしゃい。全然ダメだな。音楽か、やっぱ店内ミュージック必要か。相性全然コンボしね。もういいわ。はい、ゴンザレスは使わない。あ、ゴンザレス使った。あ、だけどあんまりなんだよな。いや、ゴンザレスでいっか。はい、あんまりなんだけどな、もう仕方ない。で、転職をどうするか。じゃあ、もう音声スタッフレベル5にしといてもしゃあないから、めっちゃ下がるんだよな。だけどカメラマン上げるか。カメラマンになってみて、
で、カメラマンでレベル上げてやるわ。ちょっと上げれるか。あ、上げれないな。あ、一回だけ上げれる。150あれば、まあ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 悪くないから。オッケー、よし。これで今レベルもそこそこ上げてるんじゃない。あと2回か。このポイントがね、たまらないことには始まらないね。何にすっかな。ドラマ、あ、ドラマ、これだ。もつ鍋プロ、お任せください。よろしくお願いします。いや、絶対いい役やるって。徳島リンゴさんなんて。よし、裏番組に全然勝ててない。勝ててないね。視聴率取りたいな。72人、結構熱いんじゃない。あ、待って、人めっちゃ来てる。ちょっと作った、あー足りない。あ、全部足りねえわ。そっか、取っとけばよかったな。ランクアップに使いすぎたか。いや、でもおもちゃさん150いってるよ。ちょっと頑張ってくれ、お前ら。タレントの力が、タレントの力任せだ。すまねえ。期待して俺は待ってるしかねえんだ。スタッフ盛り上げてやって。あ、ちょ待って、いけるいける。ちょ待って、演出上げて。待って、スポンサーで金もらうか。いや、いっか。目の前の金するぐらいだったら、アルバイト、ちょ、アルバイトいけないか、お前ら。いけるじゃん。もういけるって、もう自分で自発的に行こう、アルバイトは。テレミちゃんじゃないな。デジコ、お前ら二人はちゃんとアルバイト自発的に行って。すいません、ちょっと時間あるんでアルバイト行ってきますっていうの全然いいから。てか、むしろ言わないで言っていいから。あれ、あいついなくね？バイトじゃないっすか？みたいな感じでいいから、全然。ここで多分、何か、あ、そうだ、ここで NG10 個ある中で放送するってやったら、多分いけるんだ。なるほど、なるほど。まあ、ただ、これに関してはなくしていいね。はい、OK。そうだな、せっかくだから、こいつ4500万かかるけど、うち C でいけるから悪くないんじゃない。上げろ上げろ。これは結構高いんじゃない。お金ドラマ、はい、できました。違法に手出しちゃいましたね。お金印刷し出しちゃいましたね。ドラマとお金で、てっきりお金持ちと貧乏人のストーリーみたいなかと思いきや、違いますよ。お金を、ね、アングラなドラマでしたね。アングラブラックですね、もう。そんな番組作っていきたいと思います。努力の痕跡見られる。あ、41点、お疲れ様でした。努力の痕跡、組み合わせを見直すべき。まあ、組み合わせちょっと悪かったっぽいもんね。いや、だけどこれ一番いくんじゃない、もしかして。面白さが SNS 話題。20位台いけ。わあ、ちょっとずつしか伸びねえ。視聴率が 9.9。 もっといけ、もっといけ。うおー、いった、13。これクリアした。 OKOK、 最高視聴率もいった。これ次回はあれだな、ランクアップいけそうだな。まあ、これ今のところ作りゃ作りゃ見せてってるけど、まあ、もう少し経ったらね、まあ、作ったやつもカットしながらやっていくことにはもちろんなると思うんで。なんぼ 13.8。 でも俺 17% ぐらいまで今の段階でいけんだもんね、確か。あ、おや、秋のもみじさんから番組の感想が届いてますよ。果たして満足していただけるでしょう。私のメインが映えそうなドラマあるかしら。いや、映えるよ、お金の印刷。
どう？満足。174。満足。いや大満足です。ありがとうございます。勇気を出してお便りを送ってよかったです。次の機会はラーメン局の番組に出演させてください。新しいタレント。タレントも増えました。あと1人だね。で、スタッフのレベルアップもあと2個。よーし、じゃあ今日のとこはこれぐらいにしようかな。うん。次回はランクアップしに行きたいと思います。ということで、今日のとこはこれぐらいにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。